そうそう、ションベンってくるわ。ちょっと話してます、してます。あの、もうピンクの帽子と二人でよくピンクの帽子と騒いでる時に二人でよく何だったよね、おじさんがいつも見てましたんで。あ、寝れ、おい、クズだよ。これパル電車やろ。マナー悪いな、今から全員ブロック入れてやろうか。やっぱりもう1時間いますわし、もう1時間いますよ。本当に、うん、もう1時間います。ありがとうございます。おい、これ、川上ひとくだよ、これ。え、あ、いや、絶対押しちゃいけないから。いいよ。あ、そうだ、川上ちゃんは天然さんのこと嫌いなんだよ。そうなの。あ、そうですね。なんでじゃあ、先払いで。因縁がある。先払いで、これで。なんでなんでだっけ。いや、なんか私のこと分かる。あ、そうだ、そうだ、ディスってた。川上ちゃんのおっぱいもんもんですとか言う。あ、なんか、そうだ、その後、一回破壊して、その後に一回、なんか、また揉めたんだね。あったね、それ。俺、川上ちゃん嫌いじゃないの。あったわ。興味がないが正解です。いや、そうそう、興味、あ、あとよかったら440ナイスください。お願いします。お願いします。タイトル変えとくか。あ、今日はパルパルさんしか配信しないんですか。パルパルさん、そうです。じゃあパルパルさんに押しとこう。カーカミシャツ消してパルパルさんに押しとこう。ありがとうございます。ありがとうございます。3674番目か。タルちゃんの隣怖いんだけど。大丈夫やで。さっき川上ちゃん、とりあえずテキーラ。わあ。テキーラ。4人分ですか。4人分で。いや、ちょっと僕はちょっとやばい。一人だけ。行くぞ。あ、いいですよ。俺に来ておいて。あ、はい。なあ。テキーラ行くぞ。中ちゃんが酔っ払ってパルと初め、ね、飲んだ時に、パルにテキーラ勝負したの。中ちゃん記憶全部。じゃあ川上ちゃん先に整理待つか。あ、タコ、タカシどうしよう。そうか、たかしやばいか。そうか、俺飲んじゃう。飲むか。飲んだらやん、もう。まあ、飲みや。中ちゃん、中ちゃんに思うよ。政治で、タクシーで来たらいいんだね。そうだよ。どうする、政治が。たかしはもう選べるよ、もう。一歩行っちゃって言うか。あー、来た、俺。で、明日のりがいいわ。明日、4人集まらないから、みんなで。まあ、なんか飲むなり。そうね。で、男気じゃんけんなりして、で、松迎えてみんなお疲れ様でしたね、いいんじゃない。最悪養分地でもいいしね、みんなで。あ、それはいいよ、それは来るなは言わんけど。たかちゃんも飲みたいやな。で、中ちゃんは、まあ、ぶっちゃけ言うとみんなで払う。来てほしいよね。なんで今こういう流れになったかわかる。たかちゃん飲んでもいいですかって言ったから今たかちゃんのテキーラ来たんだよ。政治もこっちに来るっていう流れに話になった。だから政治一回電話つながったらいいんだよね。いや、政治多分な、せいじゃ多分家に戻るか、うん、戻ってこない可能性があるの。ある。うっそ、心当たりあるの俺。ああ、うん、分かる。あるよ、俺。そうだろ。戻ってこなかったら俺はせいじどこにいるの。それは一応あるの。でも荷物は家にあるやろ。足切った。荷物はどうなんだよ。うん、せいじはリスナーさん家じゃない。なんか前電話した時男性リスナーさんにいるとか言ってたけどね。せいじゃ俺多分行けへんと思う。絶対に来ない、来ないと思うよ。とりあえず乾杯いい。あ、うん、すぐ。そしたらちょっとしたら一回電話してみるか。そうだね、一回ね。いや、パルちゃん、うん、あのナイス1、おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあパルちゃんから一言いいですか。皆さんのおかげでね、ナイスなんと4000ナイス近くまでかき集めました。ドンチキー、ドンチキー、みんなありがとう。だから今日は俺のこのテキーラ、おごりや。うわぁ、かっこいい。乾杯。あ、てめさん、一発目からテキーラこそ厳しくない。テキーラ頑張ってください。かかちゃん、カシスオレンジで。かかちゃん、ヨーグルト系のなんかあります。ヨーグルトプリンってどうですか。あ、お願いします。これ、レモンチューハイ、はい、氷いっぱいで。わ、めっちゃ効く。やばい、久々だな。効くなぁ、これ。あえて嬉しそうだな。あ、いや、嬉しいです。なあ、川上。あ、川上ちゃんか。え、てか、めっちゃ…あ、初めてかもしれないです。大阪オンドリアーズパープル。中があります。大阪オンドリアーズパープル。あの、八王子がめっちゃ痛がってましたよ。ちょっと痛ってない、俺。会いに行くか、じゃあ。最後会ったのに、ね、4ヶ月ぐらい前か、3ヶ月ぐらい前か。いや、中ちゃん寝たらしいよ。そんな立ってないかな。配信切って。
え、中ちゃん寝たの？寝たらしいよ。だから、中ちゃん来ないね。セイジも多分、いや、中ちゃんそんな早く寝ないだけど、今やっと休みみたいな感じ。この空気でセイジも来れないと思う。来るやろ。来るか。空気意外に読む男だからね。来ないかな。多分中ちゃんはあのセイジを買って一人だけ来るって多分できないんだよね。だから待ってるんだと思うよ、うん、ちょっと一回かけてみよう。かけて。じゃあ、うん、誰か。俺かけれないから。じゃあ俺がかける。うん、あ、俺最後ブロック入れたか。ブロック入れられてるかもしれない。誰よ。セイジ。中ちゃんじゃないの。お風呂まだ入ってんの。お風呂まだ入ってないですよ。中ちゃんに電話するんでしょ。違うの。セイジあったっけ。いや、ゼロワンとセイジの仲はもう終わったんで、仲良くなったんだよ。仲良くって最後したセイジブロック入れられてる気するな。あ、入れてないんじゃない。そんな LINE でブロックしろ、うん、いや、今までツイッターも全部ブロックやで、お互い。いや、でも今解除されたんじゃない。それはフワッチ。ツイッターは未だに相互ブロックで。あ、マジで。そう、どういう感情なのこれ。あ、ダメだ、俺じゃない、俺じゃダメだ。じゃあゼロワンだね。うん、まあ、多分出ないと思うけど。俺が出なかったか、ヨーブン出ない。お前なんかそわそわしてんのか。あ、リアタツね、待ってるんでね、うん、この深夜来れる方いたら。あ、ギリギリバーにいますね。誰も来ないね。あ、じゃあタカシちょっと電話して。じゃあ来てくださいね。先出ましたよ。え、先出ましたよ俺。出なかった。うん、クリタのとこいないでしょ、別に始まっても。ん？ディジ、ハツリさん。おい。あ、そう。あ、ごめんごめん。お前そういうの読むんだ。ごめん、俺ほんと素人だわ。ちょっと酔ってるかもしんない。お前よ。いや、ごめんごめん。マジで。無駄な栄養あげるな。あ、ごめん。分かってるよな。一番嫌いだからね。パルパルちゃんよ。すいません。お前自覚持てよ。すいません。な。仲がいいやつじゃないとダメ。知らないと流すな。当たり前だろ。すいません。パルパルよ。今日パルパルに殺されそうな気するね。大丈夫だよ。テキーラ行け、パル。すいません、じゃあテキーラ4つ。4つじゃあ、行けよ。なんでテキーラ行けって言ってんじゃん。飲んじゃったよ。飲んじゃった、テキーラ4つで。うん。じゃあ、いらんこと言ったわ。じゃあ、俺、パルちゃんが一番怖いのね。俺んちのパソコンとか、ほんと壊さないから不安なんだ。壊すよ。だって、ほんとに暴れた時見たことないでしょ。ハチ服の時、いたっけ。いないよね。いない。あれ、ほんとひどい。だって、椅子で殴ろうとした。言わないよ、テキーラ飲んでも。全員いつもいて、他にもいたんだよ、うん、こいつ、店の椅子で殴ろうとしたんだよ。全員の家なんか悲惨だよ。覚えてない。クールできてたからね、パルちゃんが飲み物飲みたり全部こぼれ。それ覚えてない、その発言がね。動画では やってたね、確かに、うん、いや、パルちゃんの匂いは理想は、ゼロワンと俺で酔って暴れるんだよ。怖いって。まっしょやです。どっちきパルちゃん、いいよ、ありがとう。テキーラ来た、これテキーラだよ。ハルちゃんのはどこ。ハルちゃん飲む。怖いっす。私もテキーラ。テキーラ行く。いやいや、うん、俺飲む、俺飲む。あ、そういうこと。いやいやいや、お前、うん、ちょっとさ抜け駆けしようとしてないか。ゼロは俺暴れたら一番やばいの。お前な、俺を倒していってももう一人いるから。多分ゼロは俺の方が喧嘩強いからね、マジで。怖い、怖いでしょ、怖いでしょ。パルちゃんすごい。現在も乗れないやつが生きてるよ。現在ゲンチャリ乗れない。お前、あっせ煽りだね、ゲンチャリ乗れない。お前さ、あんま舐めてると、大龍くん呼ぶよ。大龍くんやめて。なあ、大龍くん知ってる。俺のパルちゃんが施設の時にいじめてた先輩の名前だから、大龍くん。そう、木村くんだよ、今。いや、大龍くん。お前、お前、またふかしたか。ふかした、木村くん誰よ。木村くんではない。あの、先輩はいっぱいいるんだよ、ぶん殴る先輩は。何？一番怖かった大龍くん。一番怖いの大龍くん。そう。で、中学校上がるときに殴っていたのが京一くんみたいな、京一郎くんみたいな。それあれじゃない、あの北海道の YouTuber だ。そっちじゃない。あ、そっちじゃない。殴られたの。あの、殴られるとこを見てた俺は。あ、なんか中学生の後輩を。大龍くんっていうのは名前からして親がドキュンなんだよ。でしょ、でしょ。いや、思うこと一緒だよね。あだ名、あだ名。あだ名だから大龍くん。あだ名でも大龍くんはなかなか笑えない。大龍くんって呼んでた俺ら。昔ってやってるじゃん。だって、大龍くんとかいたら多分公平なんか白龍とかって呼ばれてる。ねえ、白い、白い龍で白龍や、うん、名古屋の白龍とか言われてたで。じゃあ行こう、お酒。それ、うん、行きますか、うん、行きますか。いただけるなんて光栄です、うん、はい、うん、
川上さん、俺のおごり、うん、あ、優しいわ、俺の高橋いい？いや、ヨーさんからのお疲れ様です。お疲れ様です。高橋、お前大丈夫か？いただきます。あ、川上さん、お疲れ様です。先輩、リズムとのかわいい。パルパルさん、そうですよね、これ金曜日見てました。あ、本当ですか？ありがとうございます、めちゃくちゃ嬉しいっす。いや、私アンツブリタンソーで、はい、3人来て入れなかったじゃないですか。あ、ありましたね。ここに行って、あ、それであれ、うん、じゃあリアタスしたり、この間や、この間俺ら行った時さ、人いっぱいいたじゃん。そうそう、あの時ね。で、俺らいっぱいでどこ行ったんだっけ、うん、え、ここ、ここ、そう、ここ、そう、そう、ここに来た時だ。で、あと3人のあ、イキリスと来た時だ。そうそうそう、そう、なかった、朝まで5時飲んだやつね。うん、だからあれも結構いっぱいいたよね。あ、まあ、そう、室木さん増えましたね、後で室木さん。ちょっとパル、中ちゃん電話してみ、中ちゃん電話する、うん、これ出なかったらもう諦め、うん、リスナーさんもね。もう、これでいいですか？リアタスいいですか？あ、いいですよ。モカさん、誰リスナー？あ、中ちゃん、状況確認。今何してるの？今車出たとこで、中ちゃんどうするの？中ちゃん来る？いや、行こうかなと思ったけど、誠司さん大丈夫かな？行くわ、行けば来るかな、誠司さん。あのね、今電話したけど今のところ出ないんだよ。うん、それとも今一番リラックスタイムだから中ちゃん寝るか？行くよ。うん、来る？うん、大丈夫。で、中ちゃん、たかしの家の状況教えて。それな、状況は、洋服はあって、バッグがない。あ、バッグ持ってったもんだ。布団は、布団はだって布団ある、布団はある。あ、ただバッグは持ってったみたい。じゃあもう着替えは、中ちゃん着替えだって、着替え、着替えはある、着替えはある。じゃあ T シャツとか。鍵は、鍵はね、中ちゃんが持ってるんだ。俺が持ってる。貴重品も全部持ってったってことでしょ。バッグは持ってったみたいな。中ちゃん、一緒に飲もうよ。行っていいの？大丈夫？全然いいよ、だってあの、すごいかわいそうとかいっぱいハートくる。確かに、気がかりよ。布団持ってくわけないよな、うん、車ない。確かに、たがし、天然朝裂じゃん。おかしいもの言ってるぞ。うん、待ってるね、中ちゃん。うん、ありがとう。はい、はい、中ちゃん来ます、うん、あ、中ちゃんいらっしゃるんですか？そうですね、中ちゃんどうやって来るんですか？電車、あ、タクシーか。俺だけど嬉しいな、今季パルちゃん1位で。いや、これね、これね、難しくてさ、俺養分のナイス抜いちゃうと思うよ、このまま勢いだと。俺が帰ればいいんじゃない？普通に計算したんだけど、何の話？抜けないんで。うん、だって誠司と俺がいるから来づらいんですよ。いや、それはないと思う。俺が帰れば一番。どんだけ帰りたいんだよ、お前。いろよ、ここに。ちゃんちゃんと住むじゃん。あれ、どうした？何？本当に俺抜かれるんじゃない？そう、抜く。明日まで抜かれないけど。いや、これ本当にワンチャンあるんだって。あの、バハネに競ってたら、俺多分、よく抜いちゃうんだよ、これ。まだ難しいラインなんだよ、これ。じゃあ、さあ、どれぐらい今、あ、ちょうど2000。あ、モカちゃん、俺に会いに来てくれるの？したら俺言おうかな。モカちゃん来てくれるんだったら、なんでいつはそんなリアと作るの？モカちゃん、どれぐらいで来る？モカちゃん誰？さっきの子？なんでお前さ、久々に会ってよ、うん、な、うん、女してんだよ。女やってんだ、お前は。来てくれるから俺トツとか。いつもさ、な、女なんていらねえ、男だけだろって言ってるじゃん。女したらお前すぐな、いじけ始めたな。違う違う、おい、エッチしたいのか？うん、したい。ここに来てくれるんだって。じゃあここでエッチしろよ。モカちゃん来る？じゃあ俺らも混ぜろよ、うんうん、なあ、回せる女よべ。いやいや、俺もいい？当たり前だろ。タカシ、いけるか？ゼラ、ほんといい？俺違う違う。え、4人と一緒だから。俺ダメ？ロピーだよ。モカちゃんに前に好きって言われたけど。え、養分が、モカちゃんで前に好きって言われた。養分がおのおのリアトツ来てくださいって言うから、俺にトツ来ても別にけどいいでしょ。いや、いいよ、うん、けど俺絶対負けねえから。何が負けない？お前に負けるのが一番悔しいんだよ。俺は春なんかどうでもいいんだよ、年下だから。そうだろ、俺に負けるのは当たり前だよ。おめえだけは地獄の底まで。俺が不幸な子だったらお前も年入れんだよ。いいことがあったらお前にも見てあげるわ。